今日は我が家で使っているおすすめのウォーターサーバー、こちらの水がなくなったので、ボトルの取り替えをいたします。プレシャスさんというメーカーさんですね。9.3リットルのボトルが2本ずつ、宅配便で届きます。中を開けると、このようにですね、2本、ちょっと小ぶりな、取り替えやすいですね、サイズの、ボトルが2本入っています。取り替えは簡単です。このヘッドのカバーをですね、外して、こちらですね、これを引っ張って取り除きます。で、この中にですね、先ほど届いたボトルをセットして完了です。いつでもですね、飲みたいときに冷たいお水と熱いお湯が出ますので、朝忙しいときもさっとコーヒー、お茶が飲めます。富士山のですね、お水ですので、結構口当たりもよく、少しですね、甘みがあって、特にこう癖がないですね、透き通った味のお水です。で、こちらですね、お湯、水ともに、この作業だけでは出ないようにロックがかかっています。コップを押して、このボタンをですね、ちょっと押すとお湯が出るようになります。もしくはですね、カチッと押した状態で奥まで押して固定をすることもできます。お水も同じですね。あとですね、リビングに置いていると、やはりこういうところですね、ほこりがたまりやすくなりますので、まあ、1週間に1回はですね、オキシクリーンを浸したタオルで拭いてあげると、きれいな状態が保てます。常にこのようにピカピカの状態です。